乾ききったオーストラリアの大地をメスのカモノハシが淡水を求めてよたよたと歩いていますここ1年間深刻な干ばつのせいで川や小川の水が激減したのですこのカモノハシは生き延びるのがやっとで繁殖できませんでした来年は運が向いてくれるでしょうか秋になりようやく大粒の雨が空から降ってきました数日のうちにカモノハシは川を見つけて狩りに出ます 水かきのある足で水の中を進めるし防水の毛皮のおかげで体温も維持できます水中ではカモのようなくちばしで周囲の状況を感知しますくちばしには4万もの電気受容器が付いているのですそのおかげでグラスシュリンプの神経や筋肉から発せられる微量の電気信号も探知することができますエビで腹ごしらえですスミカを作るために陸に上がると トカゲのような歩き方でよたよたと歩きます。4本の足は背骨と平行に動くのです。カモノハシには奇妙な点がたくさんあります。炭鉱類に属し、厳正する哺乳類では最古の部類に入ります。その結果、哺乳類、鳥類、爬虫類の特徴を兼ね備えており、それがゲノムにも現れています。 例えば一般的に哺乳類の性別を決める染色体は1組ですがカモノハシには5組ありこれは鳥類の特徴に似ています活用できるといいですねカモノハシは体力を取り戻し冬が過ぎて春が来ます繁殖の季節ですでもここで子供を育てるわけにはいきません周囲の土地では森林が切り開かれそのために川岸が侵食しています このカモノハシは上流へ移動し、ユーカリの木陰の深く澄んだ淵に落ち着きました。突然、茂みから鳥たちが飛び立ち、キツネが現れました。キツネはカモノハシの捕食者で、1855年に白人の植民者が持ち込んで以来、脅かされてきました。今回はキツネに気づかれませんでしたが、カモノハシは気をつける必要がありそうです。 この地域には2匹のオスが住んでおり、ほどなくしてメスの愛情を獲得しようと競い始めます。オスには、後ろ足に蛇のような毒を出す毛詰めがあります。1匹のオスがもう1匹を追い払い、数週間かけてメスに求愛し、一緒に泳いだり、時には尻尾に噛みついたりします。最終的にメスがそれに応えて、縁になって泳いだ後で交尾をするのです。 オスのカ鴨の端には特徴的なペニスがあり先が二つに割れていて受精を助ける突起があります交尾の翼襲メスは住処の穴を拡張して居心地の良い巣を作ります巣に続くトンネルを内側から埋めて敵が近づいても行き止まりに見せかける仕掛けをしますそして爬虫類や鳥類のように総排出孔から卵を産みます総排出孔というのは 生殖と排泄の両方に使われる穴のことですメスは卵を温めユーカリの花が咲く頃に卵がかります哺乳類と同じように子には乳を与えますでも哺乳類とは違ってカモのハッシに乳首はありません母乳は乳腺からお腹に染み出てきて赤ちゃんはそれを吸うのですこのように母乳がたまると菌が混入してしまいますが カモノハシは強力な抗菌性タンパク質も出すので赤ちゃんは安全なのですメスは赤ちゃんを4ヶ月間育てますその間に狩りに出たり狐から隠れたり巣穴を直したりもします子供たちが巣立つ準備が整う頃には夏が終わりを迎えますある晩メスが狩りを終えて巣に戻ると一匹の子が一人で出かけたことに気づきますその数日後 ももう1匹も巣穴を出発しますやがて子供たちはそしてついには自分の住みかを作りにこの川の流域を離れるのです地球上を移動している奇妙で素晴らしい全ての生き物についてあなたはほとんど知らないでしょうこのビデオで象の内面を覗いてみてその驚くべき知性について学んでくださいこのビデオでは犬の花の素晴らしい能力も紹介しています